すごい人いっぱいいるんだけど、何これ何を待ってんの。はじめまして。すいません、なんか人が結構多かったです。ね、なんであれ。最近いなかったんですけど。あ、ポケモンかなんかやってんのあれ。マジ？みんな携帯パチパチ。ほら見えてほら。もう帰りたいな。あよか。こっち？こっちなの？こっちなんないよ。ホリプロ帰る一緒に。ねえ。山崎裕太のグルメテクニック、グルテク。さあもうね、最高でしかなかったよ。うん、もう露天風呂超気持ちよかったわ。よかった、ここもかなりよかったね。石崎湯マールかな。温泉入る旅みたいにも軽くなってるけど、今回はもうこのサイクルができちゃったから、もうこれでいこう。次のシーズン2からはこういうことがないように、ね、厳しくいきたいなと思ってます。まあ最後はしっかり、道の駅でね、車中泊で締めたいなと思います。でまた車中飯作って迎えたいと思います。さあ着きました。まあ一般車はそうですね、20台ぐらいかな。まあでもここでちょっと今日は車中飯車中泊しようかなと思います。また準備できたらカメラ回します。よいしょ。さてやっていきましょうかね。比内地鶏スープ、鶏ガラ肉使用、これを、鍋の中に入れるかな、この中にこいつを入れてですね、群馬県の鶏と群馬県産の春菊、昨日残ってたネギと長野県産のしめじ、小町麺、これで締めようかな。一気にいっぱい来てるな、このメッセージが。もうちょっと、ね、ふわマジでうまそう。もう生でも食えるからね、旬に。あ、葉っぱ系はさ、基本的に生でも全部食えんだからさ。いただき。うん。うん。うん。めちゃめちゃ優しい。うまい。最高。うん、入れようか。ちょっと一見春雨みたいでしょ。山椒一味、あ、ちっちゃい、ニンニク一味。ちょっと多分これ少し早めに揚げてるけど、これを少し早めのが俺は好き。
最高すぎるな。今回の旅でね、いろんな人に出会ってっていう中で、でもやっぱりなんかこうまた自分がちょっとつまずいた時とかしんどくなった時にこの旅のこときっと思い出すだろうなっていう、本当に好きでいてくれるの分かったし、緊張してるのもすごい伝わったし、本当に愛しかないなっていう、この旅っていうのは自分にとっても自分を知れる旅だったかなと。このカメラがあって、最初のうちはこのカメラの向こう側の人たちに何かを伝えたいと思って一生懸命喋ってたんだけど、途中から本当になんか自分の思ってる気持ちとか普段頭で考えているような言葉やその考えをちゃんと言葉にして喋ってた気がするから、普段ってなかなかそういうことってないし、思っててもまあ口に出してないこととかの方が多いと思うから生きてて、今回その一人で旅するっていうお題のもと自分を改めて見つめ直すというか、まあこうまた自分の思ってることを確認できたなっていう、すごくいい旅だったなとは思います。バラエティ要素を上げるんであれば次からはもうちょっと過酷にしてもいいかなと思っているし、なんかもっと楽しみながらやるのもありかなと。ちょっとシーズン1はガチでドキュメンタリーっぽくなったと思うけど、シーズン2は見てる人が純粋に楽しめるようなチャンネルになるようにやっていこうかなと思っています。ちょっとグルテク要素は少し薄かったけど、いい旅になりました。本当にありがとうございました。次のシーズン2では西の方に行ったらなと思っております。それじゃあまた明日、おやすみなさい。今から東京帰るだけです。品川、足立、江東、世田谷、葛飾、板橋、練馬、杉並、多摩、八王子、10個ある。山崎裕太のグルメテクニック。井戸切りそばってなんだっけってすげえ感じ。今さ、ピピピッと来たらさ、でっかく看板で茹で太郎って書いてあった。グルテク。